はい、どうも、ヒロです。ハダースフィールドタウンキャリア続きやっていきます。で、今回は冬の遺跡やっていきます。んで、今回第1弾で、次回第2弾って感じでやっていきたいと思いますので、で、今回はですね、契約満了の選手を補強していきたいと思います。ちょっとね、何人かいるんで、まあ来シーズン必要なポジションを、契約満了で取れるところをね、補強していこうかなと思います。でですね、もう一つ報告があって、彼だ、ガイかな、男ということでね、名前がそうなんですけど、彼がね、すごく気になって、モブなんですけど、モブでもこう、見た目がいい方のモブで、18歳で、このね、いいんですけど、加入1年目なんでしょうね。今シーズン取れないんで、来シーズンモブなんですけど、取ってもいいかなと思うんで、ちょっと彼をね、来シーズン補強しようと思います。で、まあもう一人ね、気になる選手いるんですけど、まあ過去にね、このフェイスをね、キャリアで見たことあるかなと思うんですけどね、過去のキャリアで。名前とか、国も全然違うんですけど、まあ彼はちょっと取らずに、今回のキャリア、唯一モブということでね、カリムガイをね、取りたいと思います。来シーズン。はい。んで、今から契約満了の選手紹介していくんですけど、一人目がムリッチ、ゴールキーパーですね。彼取ります。で、もう一人、レアルから、バジェホ、彼取りますと。んで、ちょっとマスワーク悩んでて、取れるんですけど、30歳で怪我持ちっていうのがあってね、ちょっと悩んでるんで、彼は、一旦保留にしとこうかな、と思います。あとはね、いたかな。あとなんかもう一人ぐらいいたと思うんですけど、契約満了で、取ろうか、あ、そう、ベスが、彼30歳、彼取りますと、かな、うん。この3人ですかね。で、次回は、キングスレイが、移籍したので、これ間違えてる。こっちだったわ。キングスレイ移籍しちゃったんで、センターバックは、5枚になったんで、センターバック1人補強しようと思います。まだね、調べ終わってなかったりするので、しっかり調べ終わったら補強したいと思うので、ちょっと日程進むかなって感じですね。で、まあ、ガイもそうなんですけど、ちょっとだけ、モブの選手今、調べてます。若手でね。なんか、フェイスがいい感じの。これ、サベージかな?サベージってダービーとか、ブラックバーンだったかな?で、プレイしてたサベージなんかな?の、息子さんなんかな?ウェールズやし、そうやと思うんやけど、彼ちょっといいなと思って、来シーズンね、アンカー使えるフォーメーションに変えようかなと思ってて、なんで、ユナイテッドの彼を、取ってもいいかなと思うんですけどね。もしかしたら今シーズンの終盤でもアンカーのフォーメーションに切り替えてもいいかなと思うので、先取っといてもいいかなと思うんですけど。なんで、ちょっとだけ、モブの選手、まあ若手が、加入するかなと思います。だから、ちょっとこういう縛りか、少し、ほんと、一本二本ぐらいかな。ずれますけど。まあ、基本はこういう縛りでやっていくので、やっていきますという感じです。なので、とりあえず、ムリッチ、バジェホ、ベスが補強していきたいと思います。じゃあ、ムリッチからやっていきますかね。
はい、ムリッチ、ベスガ、バジェホ、補強が完了しました。来シーズン加入しますという感じです。で、まあ、次回かな。てかもう、あれかな。第1弾、第2弾一緒にしてもいいんで、まあちょっと日程進めてからまた、補強をね、やりたいと思います。一緒にしましょう。もうね。動画自体が多分、超短いでしょう。ダメダメ。さすがに短すぎる。なんで、まあ、ペリンがね、正直欲しいんですよね。使ったことないんで。うん。なんで、ペリンが欲しいんで、ペリン補強したいんですけど、センターバックね。今お金何倍あったっけ ?75。取れるね。ペリン取りますか。じゃあ。まだ追加で取ると思うので、とりあえず、ペリン補強しましょうか。んー、じゃあ、クラブ間交渉ですね。ちょっとスキップ、ん?あ、いけるね。オファーでいいか。14、15のこれぐらいで、どうだろう。案外いけんちゃうんかな。19いるんか。そうか。じゃあ18は?どうだ。よし、いけた。OK。OK、OK。いやー、ペリン初めて使うから、どんな感じか全然わからんけど。マルセイユだったっけ?確か。ストラスブールにレンタル行ってるんでしたよね。まあ、ショートパスもね、悪くないし、ヘディングも悪くないしね、ボールコントロールもあるし、もうディフェンスラインはね、いいしね、ストラスブールで完全に伸びましたね。ちょっとスピード系が足らないですけど、まあ大丈夫でしょうということで、まあ加入したらディフェンスを、の意識を高いにすればいけんじゃないかな。ということで、選手間交渉していきましょうかね。はい、ペリンが加入しました。OK。んで、練習設定しましょう。まあ、ペリン加入したんですけど、今シーズンね、結構失点少なくて、案外。案外少ないんですよ、失点が。なんで、まあ、ペリン入ったらもっとね、ディフェンスライン硬くなって、いい感じになるかなと思ってるんですけど、おー、背番号がないのか。じゃあもう31のままで今シーズンはやってもらえますかね。OK っす。ユニフォームもタイトだったよね、今。ん ?OK。いいんじゃないですか?似合ってるじゃないですか。ね。うん。OK、OK。よーし。じゃあ、今回はこれぐらいで終わろうかな。あと補強するのは、そうですね。どこしようかな。アロンソも契約切ってもいいかな。アロンソ契約切ろうかな。ちょっとね、使い道がね、もうちょっとね、アシストとか決めてくれてるんですけど、もうちょっとこう攻撃というか、こう点をね、決めてくれるかなと思ってたんですけど、やっぱね、スタミナ不足なのか。いや、でもスタミナあるね。何なんだろうな。なんかね、全然ね、ダメなんですね。もうちょっと見てみよっか。今シーズンいっぱいは見るか。
今、どっかにコンバートしてる。忘れた。まあ、サイドできるし、フォワードじゃなくサイドで使ってもいいから、もう残しとこっか。コンバートしたのは俺が悪いということでね。うん。だって、ポジション的にね、違うもんね。私が悪いです。ということで、やっていきましょう。まあ、左サイドかな。あと補強するのは、あとは、そうですね。左サイド、かな。ですね。左サイド。フォアヘタの控えがいるかなって感じですね。ブロードヘッドとオークスではちょっと、過密日程で、ネカリにビッグクラブと会った時に、少し実力不足がすごい出ちゃってるんで。うん。ですね。んで、次回は第2弾の補強やって、どうしよっかな。ね、今回あんまり試合取ってないですからね。言うほどね。ちょっと待てよ。フラムやって、で、ベンフィカやったんか。ベンフィカやって、で、ナポリやったんですよね。で、その後、1ヶ月飛ばしてブレントフォードやって、で、その後頑張ってね、今優勝争いしてます。今首位です、うちのチーム。すごいでしょう。なんだかんだ頑張ってますよ。トテナムまでに終わるかな？どうだろう。終わらなかったらウエストハム取ります。で、終わったらトテナム戦やります。はい、その感じでやっていきたいと思います。じゃあ、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。では、また次回です。じゃあね。バイバイ。